もう本当に硬派な作品で印象的でしたね。前情報でそのララランドとかそういう制作人が作ってるっていう、まあ、ちょっと小耳に挟んでたので、まあ、どういう作品かなと思って見たんですけど、まあ、同じ制作人がここまでこう趣を変えて表現できるのかと、作品の手触りがここまで違うのかっていうのが最初の感想でした。やっぱここに挑戦していくっていうことはそういう意味では、まあ、クリエイターとしてはすごく刺激を受けますよね。一つの曲の中で喜びとか不安とか葛藤とかみたいなのが入り混じっていったり入れ替わっていったり、印象的でしたね。やっぱり音楽にこだわってる監督ならではなのかなと思いましたね。実際命がかかっていることだったり、ロマンだけで動いてない力学みたいなのがこの計画の中には当然あったり、パイロットだけじゃなくて周りの家族だとか人間の欲望だとか映像としてリアルに見れたっていうのは、アポロ計画が自分の中にもっとふっと腑に落ちた映画でしたね。本気で月に行こうって考えた人たちがいるっていうことって、やっぱ見上げるだけの月だったものがあそこに行こうと思った、まあ、そこにはロマンだけじゃなかったはずなんですけど、見上げるしかなかった月に本気で行こうって考えた人たちがいるっていうのは、人間の強さ、まあ、想像力の強さというか具現化する力みたいなものはやっぱ感じましたし、やっぱアポロを描いてそんなに間違ってなかったなと思えたのは良かったですね。やっぱ月って、まあ、詩的ですよね。本当に満ち欠けとか、まあ、手が届きそうとまでは言わないですけども、身近であるけどもちろん手は届かない存在であったりだとか、月の満ち欠けに人間の体も反応するとこがあるっていう、そういう意味で、まあ、月はやっぱ詩的ですよね。機会があればもちろん月にも行ってみたいですし、まあ、地球を外から見てみたいというのはありますね。